にゃんにゃーん。どうも、こんにちは。春ュンビーチのしゅんです。春ュンビーチのラジオトークゲータンワー第73回パート73。2020年6月1日です。ってことですね。今日から、6月で噛んだ <laughs> 今日から、 6月でーす。6月になりました。ね夏がね、近づいてきてますね。うーん。で、まあ、今年はね、まあ今年は、せね、海水浴とかはね、うん、ちょっとできなそうだけどね。うん。<laughs> まあま,あまあ、6月ですね。はい、6月です。で、 えーっとー、まあ、6月なりましたね。<laughs> なので、えー、今日、今日自分が編集する動画から、新しいオープニング、エンディングになります。ってことでね。うわーで,ねで、えー、今回はね、アレンジバージョンでの変更になるので、 まあ、そうやね。うん。だけえっと、もともとの、もともとの音程そのままになん,かなんか使ってる楽器変わってるみたいな感じなので、まあそんな変わった感はないかもしれませんが、一応変わってますってことなんですよね。はい。まあ、それね。えー、アレンジパーティーのね、OP エンディングはとりあえず7月末までは使いたいな。<laughs> ね、だって OP さん、OP3 エニングさん5月、5月、5月1日か、ってかもう、5月中しか使ってないような感じするけど、気のせいかな。気のせいじゃないと思うな。<laughs> ああ、そうですね。6月になったら、6月で、新 OP、新エニングになったよってことと、で今日からですね、ミラティブ配信の通常配信がね、17時に変更になります。 5月5月より1時間ずれての、ええー、うん、えっ、ー、と、橋になりますので、よろしくお願いします。ですね。で、あと、6月になっても、毎日投稿は続けます。ってことだよね。継続します。<laughs> しまーす。ってことだよね。で、えっ、ー、と、えー、オトークもね、日曜お休みは継続になります。ってことでね。なんか、いろいろ、うん、いろいろ言ったけどね。 あとはどっかに書いておきますってことで今日の内容はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。